文チャンネルの文です。今年もですね、張り切って、筋トレやっていこうと思いますけども、こと始めということでですね、胸トレの方からやっていこうと思います。前回ですね、パワーラックの方をメンテナンスいたしまして、ここのプーリーを金属に変えたりとか改善をしてみました。この一応バーベルバーを置けるラックを今日は使ってみてですね、どんな感じにしやすくなったのか、ベンチプレスの方をやっていきながら検証していきたいと思います。チャンネル登録
はい、お願いします。言いづらい。何やちょっと左右を均等にしてよ、均等に。はい、ということで、まあ、今日はですねベンチプレスやっていったわけなんですけども、かなりですね、まあ、23センチ幅がありまして、ここどこにでも置けるような形に変更しましたので、前回のですねこれぐらい、まあ、4センチぐらい幅ぐらいしかなかったスペースと比べまして、かなり心置きなくですねここら付近にバーベルを落とすことができました。ベンチを置いたその奥行きが結構スペースが空けられるようになりました。そのおかげで今までだったらベンチの先端がもうここの滑車の付近まで来とったわけなんですが、それをですねぐーっと前に、ベンチをずらすことができまして、この後ろの方にですね、スポッターを置くことができました。ですのでまあ高重量を扱う時なんかは、ここに補助員を立たせて限界までちょっと挑戦することができるようになったと。はい、今日もお疲れ様でした。また相変わらずですね、親子まったり筋トレ、1年間、続けていきますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。チャンネル登録と、もしよかったらいいねボタンよろしくお願いします。